こんにちはモノモースです今回は最近話題のロシアが戦争に適応というニュースについて独自の視点から話を進めていきたいと思います私たちにとって遠い国の出来事かもしれませんがこの問題は国際情勢そして将来的には私たちの生活にも影響を与える可能性がありますまずニュースの概要からウクライナのゼレンスキー大統領がミュウヘン安全保障会議でロシアは戦争に適応していると危機感を表明しました背景にはウクライナは砲弾と長射程兵器の不足に直面している一方でロシアが前線で 構成を強めているという事実がありますここで私は注目したいのはゼレンスキー氏の発言の背後にある国際社会としての連帯と国家自体の安全保障という観点です一方でコメント欄では国内問題にこそ意識を向けるべきという意見を散見されますではどうすべきなのか私の主張は外交政策と国内政策は相互に関連しており一方を帰り見ずして他方を語ることはできないというものです具体例を挙げると戦争という極端な事態は確かに国の内政にも大きな影響を及ぼしますしかし問題の解決策 を見出すためには国内の課題と国際情勢を同時に捉え、それぞれに対する理解を深め、協力して行動することが不可欠です。反論としては、現実的に国内問題が先決である、というものが考えられます。事実、多くの国民が直面している経済的社会的課題には目を向ける必要があります。しかし、国際社会で孤立することのないよう、外交政策にも注意を払い、国際協力を促進することが長期的には国家の発展に寄与すると考えられます。最後に、この問題において重要なのは、情報に基づいた判断と国内外 の課題に対するバランス勧告を持つことです。短期的な解決策だけでなく、中長期的な視点を持って行動することが求められます。今回ご紹介したニュースをきっかけに、私たちは社会で起こっていることへの理解を深め、かつ、自分たちの国や社会が直面している問題にも目を向け行動を起こすことが重要だと、改めて感じています。それでは、今回はこの辺りで、モノモースでした。